皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、入社の目的は点でバラバラというテーマでお届けいたします。もう数年前のことになるんですが、新潟市にある日本文理高校の野球部監督をやられている大井道夫さんという方がいらっしゃるんですけども、その方の講演を2回ほど聞いたことがありました。確かですね、2009年の秋と2010年の冬だったと記憶しています。日本文理高校は2009年、夏の甲子園大会で、新潟県勢のね、初めて決勝に進出したわけです。で、あの時は、伊藤君というね、素晴らしい投手もいましたし、全試合なんと2桁安打のね、強力打線を武器にしてですね、あれよあれよという間にですね、決勝まで行ったわけです。そして決勝の対戦相手は、現在広島東洋カープの内野手として活躍している、堂林君というね、人だったんですけども、愛知県の中京大中京高校がね、決勝の相手でした。結果は9対10で、日本文理高校が敗れたんですが、9回ツーアウトランナーなしのなんと6点差からですね、1点差にまで詰め寄る驚異のですね、粘りを見せました。負けた日本文理は笑顔の準優勝。で、勝った中京大中京は涙の優勝というね、なんともこう不思議な光景が展開されました。日本文理はやりきった満足感。そして中京大中京はやっと勝てたというね、安堵感でしょうね。これが笑顔と涙というですね、好対照の光景を生んだんだと思います。このように日本文理の大活躍で2009年の秋から2010年にかけて、大井監督は講演などで引っ張りだこになったんですね。ですから私は2回も講演を聞くことができたと。いずれも素晴らしい講演だったんですが、知り合いの経営者がですね、質疑応答の時にですね、こんな質問をしました。選手、いわゆる生徒ですね、このやる気を引き出す方法は何かいい方法あるでしょうかと、こういう質問を大井監督にぶつけました。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。私はいい質問だと思いました。しかしですね、大井監督の答えは意外なものだったんですね。日本文理高校のように甲子園出場が常連のチームになるとですね、もともとやる気のない生徒は入部しないというんですね。まあ言われてみれば確かにね、それもそうです。全国には入部志願者がですね、大勢います。で、また野球部にですね、入部する目的もですね、簡単明瞭なんですよね。甲子園に出場するとかですね、甲子園で全国制覇するとか、もう本当にね、シンプルです。大井監督曰く、ここが企業と全く違うところだというわけですね。で、おまけに弱肉強食の世界です。実力以下でレギュラーになれる選手もいれば、3年間補欠で終わる選手もいるわけです。一般の高校生から見れば、ものすごく過酷な世界に、こう見えるかもしれませんけども、当の本人たちはそんなことは重々承知でこの野球部に入ってくるんですよね。ですから弱肉強食のシステムにですね、異を唱える生徒もいないわけです。一方、企業ですよね。人によって入社の目的というのは点でバラバラだと思います。例えば、将来性があったから、給料やボーナスが高かった、福利厚生が充実していた、とりあえず就職したかった。あとは家から近かったとかね。もう人によって千差万別です。ですから、大井監督はですね、採用の面では企業経営よりも高校野球の監督の方がうんと楽だとおっしゃいました。まあ確かにね、そうなのかもしれませんけども、まだ弱かった頃の日本文理は、実力のある選手が全国から集まってくるわけでもなく、それなりに苦労がやっぱね、絶えなかったというのは容易に想像はつくわけです。生徒のやる気もですね、引き出すこともですね、当時は必要だったと思います。さて、経営者にはですね、このような社員に入社してほしいというですね、理想の社員像があると思います。
しかし理想的な人材を採用するにはこれまた難しいんですよね。まあそれでも全く方法がないわけではありません。例えばこういうことですよね。当社はこういう人に入社してほしい、当社はこういう会社を目指している、はたまた当社は商品を通じて世の中をこうしたい。まあこのようにですね、採用の場面では、理想をですね、やっぱり明言すべきだと思うんですね。理想を明言することで、それにやっぱり見合った人材が応募してくるようになるんですよね。まさにこれ鏡の法則だと思います。この部分をですね、あやふやにしていると、やっぱり点でバラバラのね、目的がいろんな人がこう集まって、雑多な人材だけになってしまうと。まあですから、ぜひですね、自社のですね、理想の社員はこうだ、理想の仕事はこうだ、こういうとこを目指してるっていうのをですね、就職活動、まあリクルートの場面ではですね、プッシュしてはどうかなと思っています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、チャンネル登録のですね、バナーがあると思います。ここをクリックしていただいてですね、ぜひ、この商いは角角チャンネルをですね、登録してください。よろしくお願いします。